京オリンピック体操。難しい演技に次々と高得点が出る中、孤高の戦いを続ける男がいた。富田裕之、美しい体操を追い求めてきた日本のエースだ。今度はモリス行きました。体の隅々まで神経を研ぎ澄まし、決して減点されない技の完成度にこだわり続けた。着地は決まった。本当に弾けるものなら弾いてみろという気持ちではありました。少年時代、なかなか芽が出なかった遅咲きの男。ひたすら美しさを極め、その先に掴んだ栄光。新進の新月面が描く放物線は栄光への駆け足だ。ところが、富田の手から王者の称号がすり抜けていく。採点方法の改定で世界の評価が美しさから技の難しさへと大きく流れを変えたのだ。体操とは何か問い続けた日々。しかし富田は自分の体操を変えようとはしなかった。時代に抗い自らの美学を貫き通した富田の戦いを追った。どんな難しい技も涼しい顔でピタリと決める日本の頼れるエース、それが今日の主人公、富田裕之さんです。アテネオリンピックで体操日本復活の金メダルを決める放物線を描いたあの選手です。富田さんの体操の特徴は寸分の隙もない完璧な美しさです。綺麗に揃った足先、流れるような技のつながり、まっすぐな体のライン。富田さんが目指した美しい体操は日本の伝統でもあります。どんな技も富田さんがやるととても簡単なように見えますけれども、実は美しく見せようとすると失敗するリスクが格段に高くなり、とても難しい技術が必要になってくるのだそうです。一体富田さんの体操とはどんなものなのか、まずはそこからご覧ください。富田の得意種目、鉄棒。しなやかな一本の棒のように動く体、決して乱れずよどみなく技と技がつながっていく。富田の完成度の高さを最もよく表すのが最高難度の離れ技コールマンだ。コールマンしっかりと掴みました。後方2回宙返り1回ひねりを入れた後、再びバーを掴む。バーをつかむだけでも難しく、落下すると大きな減点になる。多くの選手はバーをつかみに行くとき姿勢が崩れ足が開いてしまう。富田のコールマンと比べてみよう。左の選手は宙返りの途中でバーの位置を確認しようと体を反らし、回転の軸がずれてしまっている。
一方富田の回転軸は常にバーに垂直だ。このあと左の選手は上体を無理やりひねってバーをつかみに行く。その結果上半身の肩の向きと下半身の腰や膝の向きがバラバラになり足が曲がって大きく開いてしまうのである。しかし富田は肩、腰、膝の回転を見事にコントロールしている。そのため両足を揃え体を伸ばした美しい姿勢を作ることができるのだ。さらに富田がすごいところは肘を伸ばしてキャッチしていることだ。肘を伸ばしてバーをつかめばコールマンから次の車輪にスムーズにつなげることができる。しかしこれは落下のリスクと紙一重だ。肘を伸ばすにはバーと体を離さないといけない。かといって離しすぎると掴むことができなくなるからだ。飛び出しの高さ、回転やひねりのスピード、バーと体の距離、全てを完璧に制御できる富田だからこそ成し得る美しさなのだ。難しいことを難しく見せるのがサーカスっていうふうに考えて、まあ、体操競技は難しいことをより簡単にやってるように見せるっていうのが体操競技だと思うので、見ていて重力を感じさせないような演技、まあ、簡単にやってるように見える動きだとか、まあ、美しさを感じる動きが、まあ、全部合えば、まあ、それが目指す体操だと思います。富田は昭和55年大阪で生まれた。幼稚園の頃からスポーツが好きだった。人見知りする性格だったが芯が強く負けず嫌いな子供だった。近くの体操クラブに通い始めたのは8歳の時。しかし体操への興味は全くなかった。まあ近所の友達が体操をやってみたいということを言ってたので、でそれで一緒に連れて行ったのがきっかけで、その時はほとんど、まあはっきりとやりたくないと言っていたんですけど、まああんたも一緒にやったらっていうふうに親に勧められて、そこから始まりました、ね。当時富田に光るような才能があったわけではない。コーチに教えてもらうことはむしろ体操以外のことが多かった。声が小さいとか返事が聞こえないとかそういうことがあれば練習中断して体育館の隅の方で返事ばっかりしてましたけどね。元気なかったですね。やっぱりね、練習でやっぱ覇気のないやつはそれ演技出ますから、やっぱ覇気覇気覇気そうですよ。はいはいって言えるようなやつ。富田は返事が下手やったから、まあ、今でも下手かもわかんないですけどね、その返事のはもうやっぱり大事です。富田が取り組んだのは来る日も来る日も倒立の練習だった。技は倒立で始まり倒立で終わる。体操の基本は倒立だ、そう教えられていた。クラブには天才と呼ばれる同い年の少年がいた。